私はついにやってきました。いろんなお店で食虫植物を買えるシーズンが。そして今年も始まるわね。あんたの大好きなホームセン巡りが、多い時は冗談抜きで週2回ホームセンに通い詰めるからな。週2回、もうほぼほぼ3日に1回じゃないですか。ホームセンのストーカーか何かですか？失礼な。あれ？気に障りました？すみません。ホームセンと園芸店合わせると週3回です。そこかよ、より重症じゃねえか。皆さん知らないんですか？人は単純接触回数が多ければ多いほど好感度が高まるという心理学があるんですよ。超絶対お店に適用するものじゃないと思います。ただの変な客でしかないのよ。そしてたまに栽培方法を聞かれますね。もはや店側じゃねえか。店員さんに変な客認知されちゃってるじゃないですか。というわけで今回は私が実際に受けた食虫植物初心者さんからのあるある質問についてお話ししていきたいと思います。どんな導入よ。まあでも食虫植物って他の植物といろいろ違いすぎてとっつきづらいところありますよね。そう、それだとせっかくお店に食虫植物が並んでいても買うのに少し抵抗があるじゃないですか。なので今回はそれを一気に払拭できればなと思いまして。なるほど。初心者さんから実際に受けた質問ばかりなので、食虫植物これから始めようという方は必見ですよ。食虫植物を買う前に知りたいあるある質問に答えてみた。ではまず一番多くいただく質問です。食虫植物って虫をあげなきゃいけないの？確かに気になるところね。読んで字のごとく虫食べる植物だからな。結論から言います。あげなくていい。むしろあげない方がいいです。え、虫食べるのがアイデンティティなのにですか？いろんな食虫植物がありますけど、実はみんな基本は光合成によって成長します。普通の植物と一緒なんです。え、じゃあなんで虫食べるのよ？食虫植物たちは湿地など寄せた土地に自生していることが多く、栄養の補助として虫を取っているんです。よく人間でいうところのサプリなんかに例えられることがありますね。でもそのサプリに対してご飯に相当するものは水と光と二酸化炭素なので、虫はなくてもいいんです。うん、それだと結局あった方がいいことには変わりないんじゃねえか？難しいのがその加減なんです。食虫植物は虫をバクバク食べるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、食べ過ぎると補充するためのトラップが腐ってしまい、かえって元気を失うことがあるんですよ。あ、人間に例えるなら胸焼けでしょうか。そんな感じですね。そうすると肝心の光合成をする葉っぱまで傷んでしまうので、むしろ逆効果ってわけね。なので私も人工的な餌やりは一切やってません。なるほどな。それでこんだけ育ってるんですから不要なのは間違いなさそうですね。バッチリ消化できる適量をあげられればそれは成長にプラスの効果があるけど、それに対してあげすぎた時のリスクが大きいってことかしら。そういうことです。どうしても観察したい場合はごく少量を様子を見ながら与えるようにしましょうね。続いてはこちらの質問です。食虫植物は一度買ったらいつまで育て続けられるの？言われてみれば意識したことありませんでしたね。買ってすぐ寿命を迎えるんじゃ意味ないもんな。実際どうなんだ？食虫植物はいろんな種類がありますが、ごく一部の種類を除いて大体同じです。え、そうなんですか。その長さはほぼ無限です。なるほど、無限、無限。食虫植物はその多くが多年草で、環境さえ整っていればいつまでも生き続けます。実は私が持っている食虫植物も私より年上の品種とかザラにあるんですよ。でもそれじゃ地球上の植物全部食虫植物になるんじゃないの？これはあくまで栽培環境が整っていた場合のみの話です。自然界では他の植物との競争、山火事や捕食者の存在などで無限ということはないんですよね。なるほど。その環境を整えるってのはどうするのよ？品種ごとのざっくりとした解説は去年作った総集編にまとめてるので、そちらを見ていただければ。そしてこれに関連してこんな質問もよくいただきます。冬は温室が必要なの？あ、長く育てるなら重要なポイントですね。これも総集編にまとめていますが、有名どころをかいつまんでご紹介します。まず必要ないのがハエトリソウとサラセニア、そして一部のモウセンゴケです。確かモウセンゴケは種類によって違うのよね。ホームセンで買えるものだとビナータとその辺しくらいなんだっけか。逆にそれ以外のモウセンゴケとウツボカズラ、虫取りスミレあたりは保護が必要なんですよね。総集編の内容はバッチリのようですね。これに付け加えますと、セファロタスやヘリアンフォラも冬季は保護が必要です。小さい株であれば温室がなくても衣装ケースや水槽で十分なパターンもあるので、長く育てたい方はしっかり準備をしてから買いましょう。最後はこちらの質問です。初心者におすすめの品種は？食虫植物って一括りに言ってもいろいろあるもんな。選択肢ありすぎて逆に困るパターンですね。私のおすすめはサラセニアですね。ハエトリソウと比較して単純に強く、温室いらずなのでウツボカズラよりも手軽です。そして何より交配によって様々な個性があるので、選ぶ楽しみも味わえます。なるほどです。なんか選び方のコツとかないの？そうですね、ホームセンで扱っている品種なら難易度に大きな差はそれほどないはずですが、本当に初めての方はできるだけ大きい株をおすすめします。うんとこしょ、どっこいしょ。それでも株は抜けます。その大きな株じゃないわよ。でも大きいとその分お高くないですか？
逆にハードル上げているような気が。小さくても大きな問題はないんですが、枯れづらさで言えばやはり大きいに越したことはないんです。小さいとちょっとした傷や痛みが致命傷になることもあるので。植物の大きさと体力は比例するものね。確かに買ってしょっぱな失敗するとショックだからな。でもヨウムさんのおっしゃる通り、小さい株は小さい株でお求めやすいというメリットもあります。小さいからといってとても枯れやすいというわけでもなく、ただリスクが少しだけ高いくらいなので、そこさえ押さえておけばあとは好みでいいと思いますよ。なるほどです。ホームセンで買えるサラセニアであんたのおすすめの品種は？そうですね、やっぱりジュビスヒンドルなんかいいと思います。なんだそのジュビスなんちゃらってのは。商品状態ではこんな感じなんですけど、育てるととっても鮮やかに色づくんです。真っ赤っかでとっても綺麗ですね。サラセニアを育てる楽しみはとても実感できる子だと思います。お店には他にもいろんな個性を持ったサラセニアがいるので、自分好みの子をぜひ探してみてくださいね。以上が初心者さんからよくいただく質問でした。これで食虫植物育てるハードルが少しでも下がってくれれば嬉しいです。今ので初心者さんが抱きそうな疑問は全部回答しきれたのか？いや、多分ですが他の疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないかと。そこのフォローはどうするんですか？この動画のコメント欄に質問を記入してください。今後視聴者さんからの質問回答動画として取り上げたいと思います。質問来なかったら企画通りですね。なので食虫植物育てたことある方も育てたことない方も、日頃感じた疑問等あればぜひバシバシ記入してくださいね。というわけで今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくね。感想コメントも待ってるぜ。 X のフォローもお願いしますね。それではまた次回の動画で。